ちは多分それより多くて、っていうのは包丁してる時間がちょっと増えたんで、掃除するときに結構何時間ぐらい包丁になる？何時間っていうか、1回30分ぐらい、気がつくと30分ぐらい経ってるか、だいたい肩にいるか。いいね、さえずってますね、はいはい、呼びますよ、ごめんね、ごめんなさい、やりづらくなってきました、さえずってたのでごめんなさい、全部やります、29あります、そうね、この間のが入ってるな、うん、10% ぐらい、やっぱこの時間帯がちょっとこの頃少ないんでね、この間ってだって午前中でしたもんね、10時ぐらいでしょ、うん、この間が 30%、 今日は 10% ぐらい、はい、ちょっと点眼してからね、これは 何回目ですか、今日2回目なんですけど、ちょっと出かけてさっき帰ってたのが3回ぐらいしかないので、はい、上手に飲んでくれました、でもあのだいたい毎日4回は飲めてます、はい、じゃあレーサーをちょっとパッとこれちょっとやって動かしてくんない、これもなんか前にカメラがちっちゃうんだよね、はい、ちょっと私が落ちた、何の動物って思われちゃう、いや映っても大丈夫なの、全然映しちゃうんですけどね、いや大きな動物で、温度はどうです、最近は何度ぐらいになってるの、29、28 29でも、あのうち手いくつ出るんで、で全部切っちゃってるんですけど、ほぼ30です、はい、29.7 とか8とか、時々30、びっくりすると32になってる時もあって、うん、まあでも32でも悪くないですよ、うん、なんかそれ以上になるとちょっと怖いなと思って、なるべく30度、うん、まあ30度ぐらいをね、あの目安にしたいなって思ってるんで、その前後ぐらいでうろうろした感じでしといてもらえるんですね、昼間はまめに見てるんですけど、夜はどうしても閉めて電気消したら朝まで、よいしょ、部屋が違うんで、はい、出ました、鳴き方元気になったり、そうですね、あの嫌がってる鳴き声じゃなくて、治療する前にさえずってたじゃないですか、ああいうのああいう声が出てるのはいい感じですね、うん、で今回の方29頭つきそうやな、29、50ぐらいだよね、うんちも50、52頃も出てるわけね、はい、でも多分それ以上です、あの校長の時にしてるんで、だから50以上、だから包丁が30分を何回ぐらいあるわけ？2回から3回。2回から3回。あの薬をやった時に、その後あの掃除した、掃除っていうか水とかいろいろかいてる間に出してて、はいはいはい、でその間その後しばらく遊んでると30分。はい、わかりました。まあ、飛んだり。そしたらこの子は今度14、15だから中3日にしたいから。今日が16ですね、1、2、3、20日月曜日ってどうですか、月曜日、あの午前か午後決めずに来るんだったら来れます、大丈夫です、はい、調子おかしかったらもちろん、あ、もちろんもちろん、それから薬がですね、はい、だけどこれ
あ、そうですね。何日まで？18まででしょ、うん、薬だけ取りに来ることは可能。それから今日出しといてもいいですけどね、お家で作ってもらう。薬だけ取りに来ることは別に。はい、いいです。じゃあ18人薬取りに来てください。はい。はい、この子なしでいいですから。はい。じゃあ、18日に薬を取りに来てもらうと。それで、この子来るのは調子良ければ20日の日と。はい。はい、で、目薬がもうないんですよね。はい。目薬も出しておきます。それからこれは、カットがあります。この子が。土曜日って1時間だけでした、ね、2時間、2時間2時間、10時、12、12時と4時が越し、はい、日曜日がちょっととても短い。あ、生で取りに行きました。最近ね、そういえばね、時間大丈夫か、最近、つい最近ね、出した動画でね、再生リストで、あ、小鳥の飼い方、はい、小鳥の簡易保育器、あ、その売ってる？売ってません。ああ、うん、この患者さん、でこれはね、今回この子腫瘍なんだけど、うん、以前に入院治療したことあるから昔に作ったんですよ、うん、前の夏場の時で、これはね、これがクーラーボックスですよね。知ってます、知ってますよね。でこれ売ってないんだよね、この季節は。これね、あの、いや、ホームセンターに行くとあるんですけど、これはこれが入ってるんですよ、中に。この中に入ってるカゴ、これですよね、うん。でもうちカゴがこれ、ああ、そういうことね。これが入らないよね。これ7入るんで、あの、お葬しますかって言ったら大きい方がいいですよって先生言われたんで、あの、それでこれが入るこの大きさ以上のものは自分で作らないとないって言われたんですよ。でも発泡スチロールを接着する、うん、あの樹脂が怖いんで、ああ、匂いがね、うん、だから私はもうそれはやめて段ボールに貼ることにしたんです。わかりました。うん、まあ、こういうのもあるということで。そうですね。あの、それはね、あそこにホームセンターカーマに売ってました。今でも売ってました？あの、ありましたよ。これもうちょっと大きいのもあります。このサイズかな、やっぱり。いや、大体これが一番大きいって言って。これが一番大きいんだ。うん、そうするとこのカゴしか入らない、ね、うん。私が作ってる箱はもう本当にこのくらい、このぐらいはありますから、この中に入って隙間はこれ。